ホワイトプレインズの戦いはアメリカ独立戦争のニューヨークニュージャージー方面作戦中に行われた戦闘である。1776年10月28日にニューヨーク州ホワイトプレインズ近くで行われたロングアイランドの戦いで大敗を喫したジョージ・ワシントン将軍の率いる大陸軍がニューヨーク市から北に後退したことに続いて ウィリアム・ハウ将軍の率いるグレートブリテン王国軍がワシントン軍の逃亡ルートを遮断するためにウェストチェスター軍に上陸した。この動きに危険を感じたワシントンはさらに後退しホワイトプレインズの村で防御陣地を構築したが土地の高台をしっかりと支配することができないでいた。ハウの軍隊が村に近い丘からワシントン軍を追い出した。ワシントンは この敗退によってさらに北に軍隊を交代させた。その後イギリス軍の動きによってワシントン軍はニュージャージーを越えてペンシルベニアまで退却した。1776年も押し詰まった12月26日、ワシントンはトレントンの戦いでドイツ人傭兵旅団を吸収した。イギリス軍のハウ将ョ軍は1776年3月にボストン市を明け渡した後、 ノバスコシアのハリファックスに再結集し、6月にはニューヨーク市を支配するための作戦に出発した。この作戦は7月初旬のスタテン島への無抵抗上陸で始まった。イギリス軍は8月22日にはやはり抵抗に合わずにロングアイランドに上陸した。しかしその北にはワシントンの大陸軍がそこそこの防御を構えていた。 8月27日のロングアイランドの戦いで敗れたワシントンは8月29日から30日にかけての夜に奥島に9000名の全軍と共に脱出したハウは9月15日にマンハッタン島に上陸してその後を追ったが翌日のハーレムハイツの戦いでは敗北を喫したその後イギリス軍の一部がブロンクスのスログズネックで上陸に失敗した後10月18日には フェルズポイントでいくらかの抵抗に遭いながらも上陸に成功し、この部隊とマンハッタン島にいる本体を呼び、ハドソン川を支配するイギリス海軍とでワシントン軍を包囲してしまうためのミサオ軍を開始した。ハウはニューロシェルを宿営地としたが、その前衛隊は大陸軍が小勢で守っている補給基地のあるホワイトプレインズからわずか7マイルのママロネック近くに進んでいた。 10月20日、ワシントンはハーレムハイツに置いた陣地からルーファス・パットナム大佐を偵察任務に派遣した。パットナムはイギリス軍の全体配置をつかみ、自軍と補給基地に対する危険性を認識した。その夜報告を受けたワシントンは即座にパットナムを派遣して、最も北側に陣取っていたウィリアム・アレクサンダー将軍にホワイト・プレーンズ2部隊を動かす命令を伝えさせた。 スターリング隊は10月21日午前9時にホワイトプレーンズに到着し、その日のうちに他の部隊も続々到着した。ワシントンはその軍隊の大半をホワイトプレーンズまで退かせると決めており、マンハッタン島のワシントントリデにはナサニエル・グリーン将軍2200名の部隊をつけて守らせた。ハウの軍隊はゆるりと前進し、中央と右翼はニューロシェルから ホワイトプレーンズに至る道路を進み、ロイヤリストの部隊がママロネックを占領していた。その夜、スターリング共配下のジョン・ハスレットが指揮する文献隊がこのロイヤリスト部隊を攻撃して、30人以上の捕虜と物資を捕獲したが、ハスレット隊も数名が戦死し、15名が負傷した。これに反応したハウは、右翼の一部をママロネック占領に動かした。10月22日、 ビルヘルムフォン・クニップ・ハンゼンが指揮するドイツ人傭兵部隊8000名がニューロシェルに上陸しハウ軍は増強された。ジョージ・ワシントンの司令部として使われた家10月23日、ワシントンはノース・ホワイト・プレーンズにあるエリジャ・ミラーの家を作戦本部とし、2つの残豪戦で守られる防御陣地を構築した。この残酷は高台に位置しており、右手は ブロンクス川に近い湿地で守られ、後方の退路はさらに険しい丘陵になっていた。大陸軍の前線は全長3マイルに伸びていた。さらにその右手にはチャダートンの丘があり、イギリス軍が前進してくるはずの平原を見下ろしていた。この丘は当初数百名の民兵隊が占拠していた。この中にはジョン・ブルックのマサチューセッツ民兵隊が含まれていたと考えられている。 10月24日と25日、ハウ軍はニューロシェルカタスカースデールまで移動し、ブロンクス川の東岸に宿営地を構築した。この動きは明らかに大陸軍のチャールズリー隊を捕まえようとしたものであり、リー隊はそれを回避するためにホワイトクレーンズに向かう、道を変え、夜通しの行軍を強いられることになった。ハウ軍はスカースデールに泊まっていたが、10月28日朝に、 ホワイトプレーンズに向けて動き始めた。右翼はヘンリー・クリントンの指揮するイギリス正規軍とフォンハイスター将軍の指揮するドイツ人傭兵部隊で構成された。ワシントンが自軍を配置するために最良の場所を決めようと地形を査察している間に伝令がイギリス軍の接近を伝えてきた。ワシントンは作戦本部に戻るとジョセフ・スペンサーに1500名の物体を持たせて イギリス軍の前進を遅らせるよう命令し、ハスレットと第一デラウェア連隊、及びアレクサンダー・マクドーガルの旅団を、チャタートン肥料補強するために派遣した。スペンサーの部隊は、ブロンクス川を渡り、石壁の背後に陣地を構築し、イギリス軍左翼の戦闘を切っていたヨハンラール指揮する、ドイツ人傭兵部隊と交戦した。スペンサー隊は、イギリス軍クリントンの部隊が側面をついてきた時に、 後退を強いられ、ブロンクス川を越えて交代したが、チャダートンヒルの部隊がその動きを援護射撃した。ラールの部隊はその丘を占領しようとしたが、ハスレット隊と民兵隊の重火で撃退され、川の同じ側にある近くの丘まで交代した。この協調の取れた防御で、大陸軍の前線全体に攻撃するかのように、ミサオ軍していたイギリス軍全軍の動きを止めた。 ハウとその部下が協議している間に、左翼にいたドイツ人傭兵砲兵部隊が、丘の頂上への砲撃を始め、民兵たちを強行状態に陥れることに成功した。マクドーガルとその旅団が到着して、民兵たちを鼓舞し、民兵隊を右翼に、大陸軍正規軍を丘の頂上に沿って防御船が敷かれた。ハウがついに攻撃命令を出し、その軍隊の大半は待機していたが、 イギリス兵とドイツ兵の文献隊がその他のダッシュのために送られた。イギリス軍は攻撃を先導するドイツ人連隊と共に組織されていた。ラール隊が大陸軍の右翼を攻撃し、ドノープのドイツ兵大隊が中央を攻撃した。レスリー将軍のイギリス兵部隊が右翼を攻撃した。ドノープ隊は川を渡る困難さがあったか、あるいはそれに躊躇したかであり、 イギリス兵部隊が最初に川を越えた。ラール隊の攻撃で大陸軍右翼の民兵隊を蹴散らし、イギリス軍攻撃部隊に浴びせた重火で一時的にイギリス軍の前進を止めていたメリーランド連隊とニューヨーク連隊の側面が無防備になった。その側面が開いたことで戦いながらの交代を始めることになり、そのことでイギリス軍の他の部隊と交戦していた。 大陸軍の他の部隊も徐々に押されて後退を始めた。大陸軍の左翼を抑えていたハスレットのデラウェア連隊が援護射撃をする間に他の部隊が北へ後退し、ハスレット隊が最後に丘を離れた。この戦闘は激しかったので両軍ともにかなりの損失を出したが、大陸軍は規律ある撤退を行った。ウィリアム・ハウ将軍、チャールズ・コーバットが 1777年頃、ホワイトプレインズの戦い戦いから150周年に、当たる1932年に発行された、記念ギッテ・ジョン・ホーテス級のイギリス軍の歴史によると、ハウ軍の損失は、イギリス兵214名、ドイツ兵99名とされている。しかし、ロドニー・アトウッドは、ホーテス級の挙げた数字には10月19日から28日までに、 こうむったドイツ兵の損失も含まれており、実際には、この戦闘だけでは53名だけだったと指摘している。これによって、イギリス兵とドイツ兵へ合わせ、戦死負傷及び不明の総数は267名となる。一方、ヘンリー・ドーソンは、ハウ軍の損失が、戦死47名、負傷182名、不明4名としている。総計では233名となる。 大陸軍の損失は不明である。セオドア・サバスと J ・デイビッド・ダメロンは戦死負傷及び不明の総数が150名、内視500名としている。サミュエル・ローズは戦死47名、負傷70名としている。ヘンリー・ドーソンはマクドーガルトスペンサーの舞台で戦死50名、負傷150名、不明17名と推計したが、ハスレットの連帯あるいは、 マサチューセッツ民兵隊の損失については情報がない。両軍はその後も2日間その場に泊まり、ハウはチャダートンヒルの陣地を強化させ、ワシントンは自軍に撤退の準備をさせた。10月30日にパーシー卿の指揮下でドイツ兵とワルデックの部隊が到着し、ハウは翌日に大陸軍攻撃の作戦を立てた。しかし翌日は 終日激しい雨だった。ハウ軍がついに攻撃準備ができた時、ワシントン軍が再度その小中から逃れてしまったことに気づいた。ワシントンは10月31日の夜に北方の丘陵部まで自軍を交代させ、ノースキャッスル近くで宿営地を築いた。ハウは追撃せずにワシントン軍を引き出そうとしたが失敗した。11月5日、ハウは自軍を南に引かせ、 マンハッタン島から大陸軍を追い出す方向に動いた。その結果、11月16日のワシントントリでの戦いで目的を達した。ワシントンは最後はその軍隊の大半を率いてピークスキルでハドソン川を渡り、後には補給倉庫や重要な都下地点を守らせるためにニューイングランドの連隊を残した。その後のイギリス軍の追跡により、ワシントン軍は ニュージャージーを越えてペンシルベニアまで移動し、イギリス軍はニュージャージー中に全哨基地の鎖を構築した。ワシントンは自軍の士気を高めるための勝利を得る機会を探っており、12月28日には突如デラウェア川を越えてトレントンの戦いでラールの部隊を吸収した。戦術的にはブロンクス川の南側に位置する。 チャダートンヒルの陣地を奪ったイギリス軍の勝利とされる。しかしながら戦死負傷者の単純計算では、イギリス軍の犠牲の方が多いという数少ない戦いでもある。戦略的な評価は分かれる。ワシントントリ取りでは11月16日に孤立して、陥落し、イギリス軍のマンハッタン島及びニューヨーク市の戦時支配が固まったため、短期戦略的な観点では、 イギリス軍の勝利と言える。ただし、双方合わせて3万を超える主力軍同士の退治でありながら大陸軍側に決戦を強いることができず、ホワイトプレーンズを見下ろすブロンクス側南側の丘の選挙だけでイギリス軍の作戦が終わったことは、大陸軍側のニューヨーク市を除くニューヨーク州の支配を固めることとなった。また、ニューイングランドに通じる道を実行支配できなかった。 ため、陸路より、イギリス軍がニューイングランドに進撃することはできなく、なった。米陸軍士官学校としても有名な、ウェストポイント要塞は、この時期に、イギリス軍の陸軍及び、海軍の北上を阻止する拠点として強化された。翌1777年のサラトガの戦いによって、カナダからの陸路の進行の道も立たれると、植民地諸州を、 ニューヨークで分断するイギリス軍当初の作戦は、ほとんど不可能なものとなった。また、後にホワイトプレインズが軍ととなる、ウエストチェスター軍は、パリ条約まで、イギリス軍と大陸軍の勢力圏の干渉地帯として存在した。護衛空母、ホワイトプレインズホワイトプレインズの戦いが行われた日、日あるいはその前後には、毎年、ホワイトプレインズ歴史協会が、ジェイコブ・パーディの家で、 記念行事を行っている。アメリカ海軍の歴史では、ホワイトプレインズと名付けられた艦船が2隻ある。太平洋戦争時の米国海軍護衛空母である、ホワイトプレインズが初代である。二代目は戦闘護衛艦で1992年の台風ウンオマールで、甚だしい損傷を受けた後、1995年に退役となった AFS-4 である。 現在の慶応義塾ニューヨーク学院の敷地内にこの戦いで戦死した英雄たちが眠っている。ありがとうございます。